今回は入学式プレーしていきます。そしてこの入学式では新たな転生 OB 選手田中将大獲得目指してやっていくよ。ダルビッシュでも甲子園優勝ダメだった、古田敦也でもダメだった、じゃあもう残すはこの田中将大しかもうピーマン高校には残されてないと思いますので、まあ、マー君を手に入れるべく今回はですねもうひたすらやり直してリセマラを繰り返したいと思いますのでね、まあ、もしかしたら1回目でマー君が来てくれる場合もあるからリセマラが必要ないケースもありますが、果たしてどうなるか。いい選手やってきてくれ、もう本当にマー君にかけるしかないんだよ。もう俺たちが残された手なんてないんだからね。まさか古田を使って甲子園も出られないとは思わなかったけどもね。この入学式で入ってくる選手は全部で7人ということになってますね。でその前にですね、いろいろとちょっと設定を変えていきたいと思います。まずですね、学名を最強高校という名でやってきたんですけども、もうこれ元戻しましょう、ピーマン高校でいいわ。全然強くないのを最強高校って歌ってても虚しい話だからね。まあ古田を手に入れることによって最強高校になると思い、願いをかけて名前を最強高校にしたんですけど、なれなかったからね、もう恥ずかしいので、ピーマン高校に戻した。あと都道府県設定ももう兵庫ではなくて愛媛にまた戻していきたいと思います。もうここで甲子園出場まあ一回してますけどもね、優勝を目指していきたいと思いますのでね。で年代設定をですね、マー君が出てくる2004年だったかな、どこだ、あ、2004年ですね。ほら、横注目です。ここには前田とマー君の名前が出てるでしょ。まあ、ここに名前があるということは入学式で入部してくれるということなので、果たして1回目でマー君が出てくることはあるのか見守っていきましょう。さあ、どうだ、マー君？いや違う、前剣が来た、これじゃダメなんですよ。またこのパターンじゃないか。過去シリーズあったよね。一回やったんですよ、マー君を手に入れるためにね。でもその時も前剣が来たんです。なんで邪魔すんねん前剣。お前とマー君が一緒に来てくれるのだったらいいんだけど、転生 OB 枠はおそらく一つしかないからさ、前剣が出てきたらマー君が出てこなくなるのよね。クソったれ、何してんだよ。それ以外の選手で見ていっても能力っていうのは高くないですね。ですから今回はもうこれはなしとして、またリセマラして入学式やり直していきましょう。今回はひたすらいい選手がやってくるまでこうやってやり直していくんやで。さあ続けて2回目、次はマー君がやってきて天才選手もやってくるのか。どうだ、前剣もういらへんぞ。また前剣いらへん、言うとんのに来るね。お調子者の前剣腹立ってきたな。お前じゃねえんだよ、お前と一回甲子園目指して痛い目見ただろうが、お前が先輩になって勝てなかっただろうが、お呼びじゃないのなんで寄ってくるんだよ。なんか前剣によっていろいろと阻止されてますね。またそれ以外の選手もやっぱね、学校の評判も低いこともあってか、なかなか天才選手とかそういうものは来てくれないね。ダメダメ、こんなんじゃダメですから、もう一回やり直し、今回何回やり直すことになるんだろうね。次はマー君出てきてくれるか。3回目のリセマラオープン、ダダダン。え、次は前剣もいないっていうね。はぁ、なんでやねん。うわ、意味がわかんねえ。でお前入ってきた選手もどいつもこいつもしょぼい。あー、まあこの沼田はそこそこにいいな。いや、こういうなんか初期能力のやつが天才じゃなくても欲しいんですよね。全ての選手がこうあって欲しいんですけど、なかなかこういうレベルですらいないのが栄冠ラインなんでね。なんでだよ。あ、腕がいいなー、お前かい。天性プロなんだね。1988年世代なんだね、上田。こいつによって貴重な天性枠が一つ潰されたんですよ。天性枠っていうのは一つしかないわけですからね。なので上田が出てくるようなことがあったら、マー君もマイケンもそら出てこないわけだわ。もう何してんだ、お呼びじゃねえんだから出てくんじゃねえよ。マイケンにすら邪魔されてて鬱陶しかったのね。マイケン以下のお前に邪魔されたらもっと鬱陶しい、小賢しい、消え去れ。次こそ、次こそ必ずマー君出てきておくれ、頼むぞ。あー、これは来たんじゃないかな。はい、来ましたね、田中将大ゲットだけども、待て待て待て、落ち着きなはれや。マー君だけ手に入れても今回はしゃあないって言ったよね。他の選手も重要なので、まあ、まずマー君手に入ったことは喜びましょう。で他の選手を見ていくと、天才選手は残念ながらこの時点でいないことが確定ですね。もう一人のピッチャー古宮は赤徳マー君同様スロースターター続いてるのは痛いけども、まあでも重い球だったり変化球だったりは初期からいいんじゃない。あー、で野手能力も高いですからね、マー君がいる以上
こいつは二刀流野手に転向させるっていう方がいいかもしれないね。まあいいでしょこいつは。で徳永、はい、もうこういうやつがいらへんね。絶対マー君と一緒に入学してこれるわけないやん、こんなゴミクズがよ。お前ふざけんなよ、貴重な枠一つ潰すんじゃねえよ。お前みたいなやつがどうやってマー君とバッテリー組むね。クソやね。で春木でしょうかね。こいつも能力は言うほど高くはない。横溝もしょぼい、大和田もしょぼい、なぜかエラーイップスを抱えてる。で大平、いやダメですね。確かにマー君こそはやってきましたけども、今回はそれ以外の選手も重要なのです。だからこれではやっぱり始めたところでマー君一人だけでは勝てないのが栄冠ラインですから、もう一回やり直しましょう。ちゃんと条件が整うまでね。次こそマー君天才来てくれよ。どうだ、マー君は来たね。内気なマー君がやってきた。それはいいんだけどさ、問題はそれ以外天才はいないよね。まずピッチャー内野、あー結構いいですねこいつね。特殊能力も持っているから、まあマー君がいる以上は先発で使う予定はないですから、2番手とかねあたりで使うのもいいかもしれない。でキャッチャー藤村、エラー持ちなのは痛いが、でも元の肩力は D の55とか高かったりするから、まあ赤徳は消せば済む話なんでね。まあ能力自体は高いと言ってもいいでしょうね。で稲垣、あもう論外ですねこんなものはね、うん、で水谷、まあこいつも悪くはない、ステータスも100超えてますからね、高いですよ。で塚田、あいいですねこれも100超えですから。で最後こいつは西草というなんかようわからん名前、言いづらいな。うん、ようわからん名前の割には能力自体はね非常にノーマルなクソっていうね、全然驚きどころないクソって感じですね。まあでもどうだろうな、天才にはいないですけども、もうそろそろこの辺で妥協点をつけないとですね、これ終わらへんわ。もうこれ始めてね何分経ってるか知ってます？まあもう動画出演始めて40分以上経過してるんですよ。やってやり直してやってやり直して、もうこの単純な作業を何度もやっている。このままやり続けたらもう俺の中の何かが破壊されそうになってるので、もういいでしょ。とにかく内気なマー君がやってきてくれたから、もうこのマー君と、そして新たに入ってきた新入部員と、そしてこれからですねマー君が2年3年になっていく中で新たに入ってくる新入部員たち皆と力を合わせてですね、今後の栄冠ナインの物語は甲子園優勝を目指していきたいと思いますのでね、とりあえず目的のものを手に入れられたこと、それで十分ですね。新入部員の田中はなかなか見込みがありそうな、なかなかじゃないよこの男で。お前甲子園できなかったな、優勝できなかった、もう俺たち終わりだよ。ダルビッシュでもダメ、古田でもダメ、マー君でもダメ、じゃあ誰にすがればええねん、もうおらへんぞ。最後やからねこれは、俺たちの最後の希望や。だからこそ強い選手を作ろう。でマネージャーは、あららららら、可愛い女の子ですね。今の男マネージャーは3年生でもう引退ですからね、早く消えてくれればいいんですけどね。早く女マネージャーになってくれ、俺のモチベーションが上がらへん。選手の育成方針に関してはですね、もうこの1年目に関しては守備力投手力重視タイプですね。とにかくマークも育成することが目的になるこの1年ですから、もうマー君のために、あとチーム全体の底上げするために、これでいいでしょうね。また2年目からは変えていくのもよしですけど、1年目はこれでということになります。で現在はですね、我が校にはそれなりに選手はいますからね、まああくまでもそれなりですけどもね。で転生 OB っていうのもマー君以外にも、この誰だっけ、川田さんですか、川田さんですね。この選手は今2年生ですから、来年3年ですから、マー君2年の年の、まあ一つ重要な人物になってくるでしょうね。今年は育成の1年ですけども、来年の2年目、マー君2年生の時は一応勝負かけてますからね。そこでもしかしたら優勝できるかもしれない。実際のマークも確か2年の時に甲子園優勝してますよね。3年はあのねハンカチとの投げ合いで負けちゃったので勝てなかったんですけどね。ですからこの栄冠ナインも2年目が勝負なので、まあ、その2年目でどうなるかだね。まあ、とりあえず次回以降からこのマークを鍛え上げてチーム全体の底上げというものをしていきたいと思いますのでね、まあ、今回は苦労に苦労を重ね、時間は40分とかかりましたが、田中将大という新たな希望を手に入れることができましたので、今後この新たな希望に注目し楽しんで栄冠ナイン実況を見てくだされたら嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググ、バイ、またもう。